私が仕事をしている春日部市役所、春日部市役所も実は NHK の受信料を生み保っているんです。春日部市役所、春日部市はワンテク中央の受信機、どんなものがあるかと言いますと、カーナビ、あとテレビが見える携帯電話ですね。これも NHK は受信料を払ってください。契約が必要だから受信料を払ってくださいと言ってくるんですけれども、私が勤めている春日部市役所は NHK の受信料を踏み倒しております。役所でも NHK の受信料を踏み倒しているんですよ。市民の皆様が踏み倒して何が悪いんでしょうか。そしてまだまだあります。役所だけではありません。我々の安全を守ってくださる警察ですね。よく街中におりますとパトカー走ってますよね。パトカーにはもちろんカーナビが携帯であります、搭載であります。そのカーナビも NHK の放送を見ているものが多い、テレビが見ているものが多いんですけれども、警察のパトカーでさえ NHK の契約なんて結んでいないんですよ。つまり警察も NHK 受信料を踏み倒しているんです。警察さえも NHK にお金払っていないにもかかわらず、市民の皆様、国民の皆様